反射神経も半端じゃねえな早かったな今返すのも返すのも避けるのも避けるのも疲れてる気がするだけです。そう。筋肉。道着の袖と腕の。うん、本当に。はい、どうぞどうぞ。今日は4チーム分あるってことですか？これは 4チームではなくて4チーム分あったか、何やろ4つあった。もう本当にあの2個心配よ。そうかじゃあ私3つもらってくるか。うん、もうまた化粧戦ぐらいになったら着替えようかなと思います。お前で行くと叱れるやろ。お前だけやと思って。何も言うてんの、何も言うてんの、何も言うてんの。何やったあれ。藤原大和の佐藤君に行ってました。ロスだって思ったな。8番の吉田って思ったし、吉田って思った。ジェイレイブ FB ラー個人戦は1回戦で負けたとかっていう。20人ぐらい貸し切り。山手行け。
山手の連中おるで、そう、あの一人の人は3秒も4秒も選んでもやる。仕事を辞めて、違う仕事に行ってた。まあ、仕事もそうだよね。同じところに行ったもんね。石川負けたろ、これ。先方だよ。先方勝ちましたね。あ、もう2勝してるんですか。仕事はかどった。シンクタンどっちみち暇やで。ちょうど一番最初から始まる試合やんな。ちょうどよかった。メールで送ってやったか。メールで送ってやった。これで優勝できたんだよ。頭使ったで。ちょっと反省があったよな。バーベキュー大会も。残業ゼロ、何でもなし、早でも残業も何でもないしやん。5時になったら仕事どうしようか。5時になったら生ビール時間やわ、こちらも。あの動画入る。
が上がるで違うって言ってんの。最初変なことやりたくないから負けても勝ってもやりたくない。ちょっと俺は見取りよ。今日見取りやつらなんだね。やったんですよ。やってますよ。やったんだ。カラオケなんかっていうのも見取りやった。やってるのは俺だよ。いや、何やろ。二刀流の方で、二つのボットの方の固定を押すといい。二刀流さっき中段でやってた。誰、うん、二刀流でやるときも、中段でやるような気持ちでやった方がいい。変に上段と固定を通す。この人が一番効きますよ。わざわの二刀流は、この人のようにこだわりだけど、あの、小田先生の二刀流は、こっちの小田地の方がよ、こっちの市内を小田さんにしてポカーンって言うの。その方はこの小田地の使い方がよったよ。ギューッと抑えてて、ポカーン。ほとんど動いてないの。ジャンプを出す。抑えろ。抑えろ。抑えろ。抑えカメラの上にカシャン来たらやるぞって言う。タコ作れI'm sorry.
人や。
上がってよ。そう外れた。男子決勝三号戦1対2で、男子の審判主審磯部先生、副審山下先生、大橋先生でお願いします。大丈夫。第5回の女子の面